チャレンジラウンドになりますが、ミドルを放ってきました。それを刈り取っていきました堀口教授です。落ち着いてますよね。さあそしてショートレンジタイム那須川綱左ストレート膝を出していく。さあ堀口も一番上を出していきました。回してステップ、さあ飛んでいく。すごいですよね、お互い当たってないですからね。全部スローミンの全部当たってこんな試合あんのかみたいな本当に当たってないですよ、面白いぐらいに。